はい、皆さんこんにちは。こんにちは。なんじゃそれ、スタッフがちょっとふざけてるんでですね、もういきなりやりづらいんですけど、ビッグ市川の小平奏でるマップ in タマーレコードということでですね、小平のミュージシャンを、時々気が向いた時に紹介をしていこうというですね、企画で、ございます。で、今日は、なんとですね、小平市在住の、アイリッシュハープの奏者田中麻里さんのお宅にお邪魔してます。麻里さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうなんかすごいね、お宅がこれスタジオなんですよバリバリのね。ここで普段あれですか、なんかもう演奏ももちろんしてらっしゃるし、ここでは、うん、私がレッスン、生徒さんにいらしていただいてレッスンしたり、 あとこのライブの前にリハーサルをみんなでここでやったりとか。なるほど、リハもできるし。そうか、あとレコーディングも やってます。なるほどね、はい、お弟子さんがいらしてね、アイリッシュハープのレッスンもここで、はい、レッスンしてます。やれるということですね。はい、でそんなわけで田中麻里さん、この、8月8日ですか、こちらにあります、はい、アルバムをですね、発売されましたということで、はい、ぜひそのアルバムのちょっとご紹介をお願いします。はい、これはボイスオブシルバーという森の声、というね、森の木々の声というようなタイトルなんですけれども、まあアイルランドとそれからスコットランド の、うん、伝統曲を、中心に、はい、ソロで、ハープを弾きました。ハープのソロ、ね、全部ソロです。なるほど、なるほど、はい、何曲入りですかこれ。これは12曲です、ね、おー、12曲、はい、満載ですね。はいはいはい、で写真とかもちょっとこだわって、うんうんうん、やはり小平在住の本田明子さんという写真家の方にお願いして、うん、ロケに行って撮りました。綺麗なね、はい、ジャケット美しいです。あとデザインも、うん、クロス俊一郎さんという、はい、やはり小平の方にお願いしました。小平の人でつながって作られたアルバムということですね。はいはい、これはお求めはどこの方でできるんですかね。はいはい、まず私に直接連絡していただいて、も買えますし、はい、それから、目白のギタルラ社東京古典楽器センターという、はい、ところで買えます。それから巣鴨のレソノサウンドというところで買えます。なるほど、はい、レソノサウンド、それからギタルラ社というところで、ギタルラ社、まあ、ギタルラ社ね、はい、ギタルラ社というのとレソノサウンド、それから、はい、もちろん、麻里さんのですね、ホームページにもですね、はい、あるんですね、はい、ハープ田中麻里 .com というところで、はい、まあ、詳細が見れる、まあ、全部小文字です。はい、そのあたりまた後でご紹介もう一度、ね、はい、しますけれども、はい、まあ、曲をね、早速聴かせていただこうと思うんですけど、はい、1曲目はどんな、はいはい、1曲目は、はい、リバプールよさようならという、曲を、弾きたいと思います。で、まあ、リバプールっていうのは皆さんビートルズで、ね、うんうん、よく知ってらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、昔そのアイルランドの人がジャガイモが取れなくて、基金でアメリカに移民した時にアイルランドから一回リバプールの港に移って、うん、で大きい船に乗り換えてそれでアメリカに行ったわけなんですね、うん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 、でタイタニック号もそうなんですけれども、うん、地下に三等船室に、うん、アイルランドの人たちが乗って踊るシーンなんかあると思うんですけど、ね、あんな感じで、まあ、大きな船がリバプールの港を離れていく時にリバプールよさようならと、そういう感じの曲です。なるほど、はい、ではじゃあ1曲目、リバプールよさよなら聴いていただきましょう。聴いてみたいと思います。
はい、リバプールよ、さよならという曲を、ね、聴いていただきました。美しい、サウンドでしたけれども、さらに続けて、今日はじゃあアルバムの方から2曲目を聴いて、はい、聴かせていただこうというところですけど、はい、次の曲はこれはですね、はい、皆さんよくご存知のアメージング・グレースを弾かせていただこうかなと思います、うん、はい、でアメージング・グレースは実は、うん、どこの曲かはっきりとは分かっていないんですけれども、大体、まあ、アイルランドとかイングランドとかなんかあっちの方の曲なのではないかという、うん、ことで、で後世に賛美歌にもなったりして、詩を書いた人がその奴隷船の商売をやっていて、うん、でそれでいろいろとそのね、うん、まあ、いろんな船が転覆して奴隷の方がたくさん亡くなっちゃったり、いろんなことで考え直して牧師さんになったということで、うん、それで、詩を書いたというふうに言われてます。映画にもなってますので、うん、詳しい方もいらっしゃると思いますけど、はい、なるほど。じゃあ聴いていただきましょう。アメージング・グレイスです。はい、アメージンググレイスをね、聴いていただきました。おなじみのメロディーではありますけど、やっぱハープソロでやるとまたとてもね美しくて、うん、ありがとうございます。素晴らしかったですね、はい、ということで、次はですね、まあビッグ市川がですね、まあ、恥ずかしながらここで田中真理さんとコラボをさせていただくということに、まあ、なっております。で選曲をですね、田中真理さんの方にお願いしたんですけども、ちょっと曲の紹介の方をお願いします。はいはい、まあ、せっかくだから、うん、アイルランドの曲つながりということで、ダウンバイザサリーガーデンという曲で、これは、うん、まあ、アイルランドの曲の中でも、うん、まあ、ロンドンデリエアとか、うん、それから庭のちぐさなんかに次いで、うん、まあ、比較的知ってる人の多いコマーシャルなんかでも使われてたりする曲なんですけれども、なるほど、はい、はい、
で、まあ、内容は、まあ、曲はですね、なんか昔からあるアイルランドのメロディーで、うん、まあ、アイルランドのその農夫のおばあさんが歌っていたのを、うん、有名な詩人のウィリアム・バトラー・イエーツという人が旅をしていて、それをこう書き留めたって残ったというふうに言われてます。イエーツですね、有名な詩人なんですね、はい、でイエーツが詩もこうちゃんとこうちょっとうろ覚えというか、うん、おばあさんが歌ってたのをちょっと元にこう書いたですけれども、うん、まあ、内容としては、うん、若い頃の恋を、懐かしむというか、うん、ちょっとこう後悔しているというような、うん、歌です。と年上の人に恋をして、ね、で、あの時もっとこうガンガン言っとけばよかったなと、ね、でちょっと相手にされなかったなみたいな、うんうん、あの感じのそういう曲なんですけど、なんか語るな、はい、そういう曲なんです、ね、はい、なるほどなるほど、あ、結構ね味わい深い内容だということですね、はい、ではじゃあちょっと2人でね、はい、お送りしましょう、はい、サリーガーですね。ちょっとまあコラボをやらせていただきました。もう緊張して手汗かきまくりましたけど大丈夫だったかなとても良かったありがとうございますというところで、今日はですね、田中真理さんをゲストにまあお迎えして、まあ、実際には田中真理さんの家に乗り込んでやってるんですけどね、まあ、そこら辺は置いといて、でボイスオブシルバーというね素晴らしい、
ハープ、アイリッシュハープのソロのアルバムを出されたというところで、もう一回、そこのですね、販売先といいますかですね、レソノサウンドさんというところ、はい、それからギタルラ社さんというところ、ここで、販売をされている、はい、それからお問い合わせについては、ハープ田中まり .com ハープ田中まり .com、はい、こちらの方のまりさんのホームページの方にまた詳細がございますので、はい、ご覧いただければと思います。はい、はい、それではまあ最後にですね、これもまたプレッシャーなんですけどね、まりさんが田中まりさんがですね、まあ、小平のみんなで作る音楽祭 in 小平の方で、ミーツガーデンフラワーという素晴らしいユニット、はい、ですね、あとギターとボーカルの方3人で、演奏をよくされてるんですが、まあ、そこで実は、私ビッグ市川の曲ふるさとという曲をいつも取り上げてあのいただいてるんですね、それを今日2人で最後に、やってですね、まあ、お別れしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあふるさと聴いてください。Thank you.
はい、今日素敵な演奏をしてくださった田中真理さんから、お知らせがあります。ありがとうございました。はい、9月半ばぐらいからコロナで停止してたコンサートやライブも徐々に始めるんですが、特に、10月18日に一応レコ初ライブを、させていただきます。先ほどもご紹介のあった巣鴨のレソノサウンドさんで、昼間2時からとそれから5時からだったかなの、2回、1時間休憩なしのそれぞれ、ステージでやりますので、もしご興味のある方はどうぞホームページとかそれからレソノサウンドさんにお問い合わせください。よろしくお願いします。10月18日です。はい、はい、よろしくお願いします。他が英語で8です。え？さっさとやって。さっさとやって。何も回ってんの？ま、いや、こっちは回ってるけど、こっちまだ回してないから。はい、いきますよ。はい、どうぞ。わかんない。